新玉の季節だよ。 Let's cookie。 しゃスライスしていきます。よっいいよ。よっよっ、ね、頭ちょっとだけ。よっいいよ、うん、いいよ、いいよ。褒めてくれる、今日褒めてくれるやつ上手。お、ありがとう。やったね。ほら綺麗、上手。真っ白やんか。オッケー。じゃあ氷水用意したとこにスライサー、スライスチャンス。綺麗、まあ真っ白やな。もしん玉オッケー。このまま 2,3 分さらしときます。うまうまだよ。はい、さらした玉ねぎをざるにあげます。氷水でしたらもうシャキッてなるからな。ほんと新玉って甘いんよな。甘いよね。うん、辛くない。うん、もうみずみずしい。ほんまにもう今しかない。ちゃちゃっと切りますね。ちゃちゃっと切って、次はキッチンペーパー拭いたところにね、拭いていきます。水をねよく取って、よいしょ。まだ絞れるからね、こうやって絞って。オッケー。よっよっ、熱かす。あとドンです。でで、じゃあいいが、マヨネーズ、ポン酢、よいしょ、ごま油、一味、よいしょ、割と強め、よしゃかしゃか。盛り付けよー。綺麗。真っ白。真っ白やな。雪みたい。雪と俺の素肌みたい。全然いや。うん。うん。これでかけてね。かけて。そして鰹節。海苔とかもかけてもいいけどね。鰹節で。今回は花ガツをかけて完成といたします。はい、星めっちゃい。はい、いただきますやね、これ。いやー、シャキシャキ。マヨネーズとこのポン酢の酸味がめちゃくちゃいいな。いや、これどう、もうね、豪快混ぜて食べちゃって。うわ、ほらほらほら、わお。はーい、おいしかったね。もうめちゃくちゃ綺麗、この白さ。ほんまにな、うん、真っ白マジで。これ今回はね、あのソースというかタレをね混ぜないよね。全部ポン酢とマヨネーズと一味、うん、ごま油、これ混ぜんでもおそのままシャーッとかけても全然 OK。 もうサクッとできるから、食べてみて。どうぞ。今新玉が美味しいよ。さよなら。